キム様の正体。リリー女王は800年前より行方不明になっている。コブラの発言からリリーは、D であり、世界政府に反旗を翻す一員だと発覚した。リリーの裏切りを確信したイム様は、怒り狂いコブラを抹殺。イム様がリリーに何らかの執着があることは明らか。もしかしたら、現在のイム様の肉体は、不老手術を施したリリー女王のもので、その人格は移植手術をしたイム様のものなのではないだろうか。根拠となるのは、空の玉座にある剣は19本で、イム様の花の部屋にある機械の剣が1本あり、これがネフェルタリカのものである可能性が高いこと。もう一つの根拠は、ビビには扉絵で、誰かとウリ二つであるという伏線が明らかに貼られていること。リリーとビビはウリ二つなのではないだろうか。800年前当時、下界に返すわけにもいかないが、マリージュアにも住まないというリリー女王の肉体を、当時のイム様が従える誰かのオペオペの身の能力で、人格移植と、不老手術を行い、リリーの肉体に移ったのではないだろうか。